Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky。 たださ、せっかくやから密着撮っていい？今から？うん、まあいいよ。ここいつもあのお世話になってる、ここ地元なんやけど今広島？そう、帰ってきたらいつも来てもらえる、うん、スポンサーしてくれてるんだけど、まあ俺返信してくるから。ちょっと密着って明日も全部やるってことね。今日から明日もやる。オッケー、とりあえず行こう。オッケー。じゃあ、こんにちは。どうぞ、よろしくお願いします。どこで撮影して？尾道で。尾道？はい。はい、結構これ一枚申し訳ない。いや、すいません、ありがとうございます。色はどんな感じ？この上から、この前のめっちゃ良かったんですよ。あー、ベージュっぽい。ベージュっぽい、ベージュっぽい感じね。頑張ります。恥ずかしいこれ。ちょっと期待しながら見よったんだけど、あれシャンゴットの回まだかなみたいな。美容師が企画考えてくれるんだよ。めちゃいいところでした。Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.Yeah, I'm about to fade away. Cause every... ありがとうございます。めっちゃいいでしょ。めっちゃいいな。まあこっから一回実家に帰るんで、まあ実家の中入ったらまた回しましょう。実家の様子ね。はい。あー、オッケー。実家に到着です。いやー、実家からゆっくりさせてくれ。え、見て、愛犬、俺のかわいい。名前はクク。クク、挨拶してくクク。どう？やっぱ落ち着くっしょ、実家。そう、まあこんな感じですよ。このお風呂、酸素風呂あって。酸素風呂？そう、余分で入るとこれ見てください。これを押すと酸素が出てくるんですよ。酸素？だから酸素カプセルあるじゃん、うん、それと同じ効果。疲労回復とか、うん、シュワーってなってるの見える。あ、見える見える。そう、これが泡、細かい泡で炭酸風呂みたいな。 その中に酸素があって、こうやってふわーって、ほら、めっちゃ泡になってきてるでしょ。ほんまや、そう、白いやつ全部。そう、肌から酸素入れてくる。へえー、めちゃくちゃいいやん。めっちゃいい。まあ、というわけでゆっくり入りますので。はいはい、ではでは。じゃあねー。どうやった？最高やな、実家の風呂は。じゃあ明日は子供たちが待ってるんで寝ます。早めの就寝ですね。早めの就寝です。行く？寝室に。あ、寝室ちょっと案内してもらっていいですか？え、なになんかいろいろ飾られてる。これ乾さんのサインだよ。うお、すごい。これ俺がちっちゃい頃描いた絵。密着するって言ってたんですけど、俺が寝すぎてマネージャーのやつがずっと起きないから、カメラ置いといたわって言って、今戻ってきてみたらカメラ置いてありました。なんでちょっと自撮りになってます。こっからまあ準備して1時半からクリニック行ってきます。いい天気ですね。僕いつも朝起きたら朝シャワー入るのでシャワー行きます。はい、今シャワー浴び終わったので、これから髪乾かして化粧水とか塗って準備します。昨日美容院にしてもらったからいい色だ。
あ、久しぶり。ええ、男ですな。それ何でつ。これ YouTube。YouTube。まあ。いや、ばあちゃん映ってない。こっちが映ったよ。YouTube? ええ髪になったな。うん、そう、やってもらったよ。足をドライヤーじゃないこれ、カメラ。YouTube ションで YouTube。 ここは今、じいちゃんばあちゃん部屋です。クククク、これ YouTube。 クク、これ YouTube。 試合はないよ、今日。おはようございます。今から向かう子供のクリニック、会場行きます。そこの会場は僕のお父さんが働いてるとこ、施設いろいろ運営してるとこだから、まあ、また後で紹介するわ。お願いします。これは親の車で行くわ。とりあえず俺どうやってエンジンつけ、これが気をつけろ気をつけろ。とりあえず行きますね。お願いします。はい、まあね、俺の地元は車がないととてもじゃないけど移動できないから、田舎だから。俺さ、意外に都会よりこういう方が好きなんだよね。さ、俺出身ローダスじゃん、うん、僕幼稚園からずっと地元の福山ローダスセレソンっていう、多分知ってる人は知ってるけど、そのチームでずっとやってたけど、そこをずっとお父さんコーチしてたりしてたよ。まあ、俺は直接コーチじゃなかったけどね、小学生の幼稚園担当してて、そこので今ね、施設、ちっちゃい頃から使ってた施設ので、うん、今日クリニックするんだけど、でもすごいんだよ、そこのローダスはさ、うん、もう今やさ、フットサルさ、まあ、まあまだそんな有名ではないじゃん、うん、めちゃくちゃ有名だってわけじゃないけど、まあ、ある程度知られてきてるわけじゃん。フットサルしてる子供たちも増えてきたしさ、うん、まあ、こうやって俺とかもクリニック活動してて、うん、やっぱフットサルしてる子供たち増えてきたじゃん、うん、でも俺がさ、幼稚園とか小学校の時って、うん、フットサルなんてもう全然、特にこの広島とかね、もう全くだった時期に、うん、ローダスはフットサル場を作ってたからね。俺らはそのフットサル場で練習してたよ。すごいな。だから強かったと思うよね。今日も40人近くの子供たちが集まってくれてるみたいだから。そんなに来てる。しかもいや、その子たちのコーチかな、コーチしてる人が自分の子供たちに、うん、俺の YouTube を見させて、うん、勉強しろって言ってくれてるらしい。マジで。それを今日生で見れるから、みんな子供たち行きたいって言ってくれてて、プレッシャーではあるけどね。到着？到着しました、会場。じゃあ入ります、施設。ちょっと案内してもらっていいですか？あ、すごくね、これ。え？これはまあクラブハウスの。そうそうそう。小学生だよ、小学生のチームので、まあ、僕初代なんだけど、このチームのローダスね、うんうん、見てください、取ったトロフィーたら、あ、飾ってますね。いますね。まあ、ちょっと着替えますか。はい、切れました。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。あ、新岡選手。あ、こんにちは。いや、はい、すげえ。すげえ。すげえ。やば。地球のガチや。ガチ、地球のガチ。今日習ったことをもう一つでもいいから持ち帰って自分でちょっと復習して練習する。自分が決めたことをやっていくっていうのは大人になると力になるから。 OK。 やったー。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ。うるせえ。よし、じゃあおじいちゃんのとこまで
じゃあ行きますわ。行きましょう。うん。さっき紹介したおじいちゃんが、あれが、うん、紹介っていうかは多分映ってないと思うけど、あ、声は入ったの。そう、うん。さっき話してたおじいちゃんおばあちゃんが、お母さんのお父さんお母さん。ああ、そうなんや。そう、今からは、うん、お父さんの方のおじいちゃん。そう、おばあちゃん亡くなって、もうおじいちゃんずっと一人やから、うん、今、俺のその YouTube とかが楽しみだし、毎日。ああ、嬉しいな、でも。うん、だからそれはありがたい。うん、なんか、こう、一人の時とかにこう見れるから、うん、孫の姿を。うん、それめっちゃ嬉しいって言ってたから。まあそういう意味でも YouTube やっててよかったなって思うよね。確かにね。だからこれさ、俺が今から YouTube と回してさ、うん、その行くことも何も言ってないから、あ、その出てくれるかどうかも知らんけど、もう言わずに行っちゃおうかなと思って。そのじいちゃん家まで、うん、着いたらまた。そうね、回そうか。はい。OK。はい、到着しましたね。はーい、しなんかお邪魔します。ちょっとえいっすばあちゃん、ばあちゃんただいま。だけあのちゃんと来たわけ宣伝職を。ん、何を。新岡商店。ああ、見てここが、すごくね。そうそうそう。で見てあれじゃん、高とか町田の時のね、なんかお前もな、俺と知り合い前から使ってたんやろ。あ、そうそうそう、実家で使わせてもらってて。こっちじゃ結構有名だよね。俺福王ソース、これがおじいちゃんとかいとこのお父さん、こうおっちゃんがやってるとこなんだけど、福王、まあ福山の王様って言って、福山だから地元。あ、そういう意味で福王ソースなんだ。福王ソース。あー、でこっちのカープソースもあるし、でこういうね、ちょっとまずお試しぐらいの量、こういうの重かったらこれでもできるし、これでかいのもあるし、酒屋みたいなとこに、まあ、ソースも売ってるみたいな。これがおすすめ、じいちゃんとかやってるソースが。これ本当美味しい。うまいよね、うん、コロナで困ってるとはみんなだと思うんですけど、まあやっぱ自分のね家族なんで困ってるんで、まあよかったら概要欄にこれ貼っとくので、欲しい方は1個でも買ってもらえるとありがたいです。でもさ、安いよね。確かに安いんよ。で、めっちゃうまいしね。いや、安くてマジでうまい。概要欄貼っとくんで、新岡商店からソースだったり頼んでみてください。お願いします。お願いします。はい、今新岡商店を後にしました。すごいいいとこやったの。いいやろ。うん、こうやって顔出すのも大事でしょ。たまにしか帰れないから。もう俺だって中学校から出てるからね。あ、そっか。そう、離れてるからね。あー、ソースをねみんな買ってくれたら嬉しいな。そうだね。うん、まあ今からとりあえずまた帰って実家にね、実家に、ね、帰って、で最後新幹線が一応まあ7時か8時ぐらいだから、うん、ちょっと帰って、ね、マミーのやっぱ手料理を食べたいから。確かに。まあ手料理食べて、うん、帰りますか。そうだね。行こう。はい、はい、到着。家到着。まあこっからはちょっと家外見は見せれないんで、中入ったらまた回しましょう。 OK。今からご飯ですか。これがあのマミーの大好きな料理、そぼろご飯。まあ今日無理言って急遽作ってもらったんだけど、うん、あ、そうなの。時間ないときは大体これご飯にいろいろぶち込むのよあの人な俺中学校とかのお弁当だったんだけど、いい日はしっかりいろんな入ってるけど、うん、雑のときタッパにもう豚キムチ丼どうかなとみんながもう豪快やなあ、出てきた。お、体に優しい料理多いから。好きそうやな、体。うん、美味しい。ご飯食べて、うん、あとはもうクックと戯れるだけ。こう見てよしよししてってことやな、これ。こうやって撫でてってこと。で、こうやって撫でるやん、うん、こうやって撫でとって、で、こうやってやめたらほら、このやってくれて、右手みたいなやれ、ほら、やれって王様やから、俺よりかわいい。俺より王様。いや、マッサージしてってこと。あ、なるほどね。これをな、なんかやってもらえるのが当たり前みたいな。はい。ちょっとやってほしいぐらい。あ、もう満足したんだね。あ、良くなった帰る。あ、良くなった帰る。まあじゃあとりあえずこっからもうゆったりしてちょっと一回寝ますわ。ああ、そうね。そっから新幹線。
乗って福山駅から帰ります。バイバイ。新宿ガチャ、バイ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 。じゃあ帰りますわ。福山駅向かいます。よし、はい、行きましょう。新幹線乗りましょう。はい、帰ろう。はい、お世話だった。ありがとうございました。よかったな、実家。いや、ほんま最高だったね。最高だった、マジで。お邪魔しました。あとはもう帰るだけ。オッケー。はい、今から、まあ、新幹線乗って大阪帰りますか。まあ1時間ぐらいかな。そうだね、帰りましょう。そうだね。たまたま今日レイヤが来るんですよね。来ました、弟が。新岡レイヤです。密着です。ああ、密着。そうそう、ずっとやってた、ずっとやってた。まあ、ということで密着は、まあ、あとはもう帰るだけなんで、まあ、この密着動画が良かったと思ったらグッドボタン押してください。長い一日全部見ていただいた方ありがとうございました。こういうのが見たいっていうのがあればコメント欄コメントしてください。まあ、ということであとは帰るだけなんで、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。